皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？本日はあまり知られていないフランシスコ・デ・ゴヤの10の事実についてご紹介いたします。ディエゴ・ベラスケスと並んでスペイン最大の画家であり、最後の古典巨匠であると同時に最初のモダニストと解説されることの多い人物です。ゴヤは1746年生まれで、スペイン北東部サラゴサ出身です。父親はメッキ職人であり、芸術を愛好する気風の中で育ちました。14歳の時から約4年間、サラゴサで地元の画家に師事して絵画を修行していたようです。その後、サンフェルナンド王立アカデミーに出品したが落選しています。1770年、画家を目指してイタリアのローマに勉強しに出ます。イタリア滞在中にルネサンスの傑作に出会い、フレスコ画の技法を学んでいます。パンの犠牲はこの頃の作品です。その後、アラゴンの画家フランシスコ・バエウイスビアスの下で学び、この頃からゴヤの絵はさらに上達し、少しずつ評価が高まっていきます。ジョセファと1773年7月25日に結婚し、翌年には第一子が誕生しています。1777年からゴヤは王立タペストリー工場で生計を立て始め、エル・エスコリアル修道院やエル・パルド宮殿、スペイン王室の居住の石壁装飾のために42の作品を制作します。1786年には40歳で国王カルロス3世付き画家となり、1789年には新王カルロス4世の宮廷画家になっています。キリストの卓形は宮廷画家になる直前の作品です。初期はロココ調の作風でしたが、ベラスケスに触発され、この頃から写実的な描写を取り入れています。1800年のカルロス4世とその家族やマヌエル・デ・ドゴイの肖像などは宮廷画家としての作品です。また裸のマハもこの頃の作品で、マハとは人名ではなく小粋なマドリード娘というスペイン語です。1807年にナポレオン率いるフランス軍がスペインへ侵攻し、そこからスペイン独立戦争へと発展します。そのような動乱の時期にもマドリード1808年5月3日などを制作しています。彼の著名な作品、我が子を喰らうサトゥルヌスは、ゴヤが70代を迎えてから描かれたものです。78歳の時にフランスに亡命し、ボルドーに居を構えます。ゴヤは1828年、亡命先のボルドーにて82年の生涯を終えます。努力の末宮廷画家になったものの、戦争や自身の病気によって作品の方向性が変化していったゴヤ。そんな彼のあまり知られていない10の事実を早速見ていきましょう。1、王立美術アカデミーの校長。ダリやピカソも輩出した名門王立サンフェルナンド美術アカデミーの入学試験を2度受けますが、共に失敗しています。しかし1780年にようやく合格することができます。こうしてスペイン王室とゴヤは関わりを持つようになり、ゴヤは王族や貴族の肖像画を手掛けるようになったのです。後に校長にもなっています。 2. ありのままを描く肖像画家。ゴヤは王宮や上流階級の人々を表面的な美しさだけでなく、彼らの奥深くにある醜い部分までも感じ取り、苦悩や恐怖といった負の部分まで包み隠さず描く画家でした。そのスタイルは現代の解釈では風刺画的な肖像画と解釈されています。ゴヤの肖像画は酷評されることが多かったものの、王族以外にも闘牛士や兵隊、盗賊、農民、労働者などさまざまな人物を描いています。
3、ローマで駆け落ち。王立アカデミーの学位の取得に失敗したゴヤは自費でローマへ移り、そこで本格的に古典美術を学ぶようになります。その当時ゴヤは無名だったので記録は少ないですが、初期の伝記作家によればゴヤは闘牛士の一団とともにローマを旅し、道端で大道芸をして生計を立てていたようです。そして修道女の女性と恋に落ち、駆け落ちしたという逸話が残っています。4、最初の宗教画以外でのヌード。裸のマハは西洋美術史において神話的な意味を伴わない形で制作された最初の俗っぽく具象的な女性ヌード絵画でした。このモデルはゴヤのパトロンであったマリアや首相ドゴイの若い愛人ペピータを描いたとも言われますが、どちらも決定的と言えず、実際は複数の女性を合成して理想化されたヌード画とも考えられています。5、ベラスケスの女官たちの構図を用いた作品。カルロス4世とその家族は同時代のスペイン人画家ディエゴ・ベラスケスの女官たちラス・メニーナスに大きく影響を受けた作品です。女官たちではベラスケスが左端のキャンバスに王族を描く構図で、ゴヤは画面左端に自身を描き、家族の背後から制作していることが表現されています。また背景に描かれている絵画には腐敗や衰退のメッセージが本作に込められているということで、王族家族からは大バッシングを受けたようです。6、耳の病気が作品の方向性を変える。1793年頃、原因不明の病気でゴヤは耳が聞こえなくなります。耳の病気をきっかけにゴヤは自身の作品の方向性を変えることになります。注文による肖像画や宗教画の制作と並行してエッチング作品を制作し始めます。このエッチング作品は1799年にロス・カプリチョス・気まぐれとして出版されます。内容は極めて風刺的で、扱うテーマは教会の堕落、民衆の無知、恋愛や結婚、売春、魔女の世界など多岐にわたります。特に有名なエッチング作品は理性の眠りは怪物を生む、ドラクロワをはじめとするフランスロマン主義の芸術家たちに多大なる影響を与えた。7、巨人の作者。1808年の作品巨人はナポレオンのスペイン侵攻を誇張して表現した作品です。長年ゴヤの代表作として知られてきたこの作品ですが、2009年1月、プラド美術館はゴヤの作品ではないと結論する報告書を公表しました。プラド美術館に寄贈された当時はゴヤについての研究が進展していなかったため、疑いなくゴヤの新筆とされていました。しかし様式、伝来等を総合的に検討した結果、ゴヤ本人ではなくその弟子の作品であると結論付けられました。8、進撃の巨人のモデル。進撃の巨人は読んだことがない人でもタイトルは誰もが知っている大人気の漫画ですよね。巨人と人間との戦いを描いたダークファンタジーですが、その元ネタになっているのはゴヤの作品なんです。黒家シリーズの我が子を喰らうサトゥルヌスと近年ゴヤの作品ではないと分かった巨人が元になっているようです。この2作品と漫画の巨人の何とも言えないおぞましい恐怖感は共通するものがありますよね。9、説明も意図も不明な黒家シリーズ。1810年代後半からゴヤはマドリード郊外にある農家をスタジオに改修し、孤立気味の生活を送るようになります。その家は以前の住居者がろう者だったためろう者の家と呼ばれており、
ゴヤ自身も老者だったので気に入ったといいます。75歳の時、孤独で精神的にも肉体的にも衰弱していたゴヤは14枚の黒家シリーズを制作します。作品はすべて老者の家の石膏壁面に直接描かれたため、ゴヤは展示を意図して制作したわけではありませんでした。そのため作品に対する説明もなく、決して作品の意図を他の人に話すことはなかったといいます。10、病気に苦しみつつ制作を続けた晩年。ゴヤの症状は慢性のウイルス脳炎、もしくは高血圧が原因で聴覚や脳に異常をきたしていたと推測されています。またゴヤは当時、絵を描く際に油彩顔料として大量の鉛白を使っていたため、塩中毒にも苦しんでいたといいます。病状が進行した晩年の絵画では、宮廷画家としてのゴヤと異なり、妄想的な特徴が現れるようになっています。特にそれが顕著に現れているのが、黒家シリーズの我が子を喰らうサトゥルヌスなどです。あまり知られていないフランシスコ・デ・ゴヤの10の事実、いかがでしたでしょうか。宮廷画家という絶大な地位で動乱の時期を経た後に、病気により耳が聞こえなくなったゴヤ、壮絶な人生を送った彼ですが、現代では病気後の作品が最も有名になっています。さらに西洋美術史におけるヌードの概念を覆し、近代的肖像画家の発展に寄与した画家として、後世の画家たちに大きな影響を与えてきました。本日のお話はここまで。それではまた。